最強親友横浜流れ星と平野耀ファン待望の共演。美貌と魅力、笑いと感動を楽しみに。最強の友情、横浜流れ星と平野耀の親友関係。芸能界において、親友同士での共演はファンにとって夢のような瞬間です。その中でも横浜流れ星と平野耀の最強コンビが注目され、期待されています。 この記事では、彼らの特別な親友関係について詳しく探求し、なぜ彼らの共演に対する期待が高まっているのか、その魅力を紐解いていきましょう。親友としての絆。横浜流れ星と平野耀の進行は、平野が主演した映画、ハニーで共演したことから始まりました。この共演をきっかけに、彼らはプライベートでの進行を深め、 ファンから親友として注目されています。この親友関係は芸能界の中でも特別なものであり、彼らの交流はファンにとっても共感を呼び起こしています。特に平野紫洋がジャニーズ事務所を退所した後も SNS を通じて共演時の思い出を語るなど、その絆は続いています。横浜流れ星は平野のインスタライブにゲスト出演した際、 ファンからはその二人の友情が再び脚光を浴びました。このような親友の交流は彼らのファンにとっても二人の魅力をさらに引き立てる要素となっています。親友の魅力を引き立てる共演。横浜流れ星と平野耀の共演が待望されている理由は彼らが親友であることに加えて個々の魅力がそう待っている点にあります。 以下に、その具体的な要因を探ってみましょう。一、イケメン同士のコンビ。まず、横浜流れ星と平野耀はどちらもイケメンとして知られています。彼らの共演は、そのルックスの魅力を最大限に引き立て、多くの視聴者に目の保養を提供するでしょう。彼らの美しい容姿は、共演作品がどのジャンルであれ、視聴者に楽しさと美しさをもたらすことでしょう。 2. 平野仕様の天然キャラと横浜流れ星の爽やかさ。平野仕様はその天然な性格で知られ、横浜流れ星は爽やかで魅力的なキャラクターです。二人の対話や共演を通じて、その個性がどのように絡むのか、多くのファンが楽しみにしています。彼らの掛け合いは、笑いや感動を提供し、視聴者に明るい時間を提供することでしょう。 彼らの魅力的なキャラクターが、共演作品をさらに魅力的にし、多くの視聴者に楽しいエンターテインメントを提供することでしょう。3. プライベート感覚の共演。以前のインスタライブ共演では、横浜流れ星と平野紫耀がリラックスした雰囲気で視聴者と対話しました。このようなプライベート感覚の共演は、 ファンにとって新鮮で魅力的であり、普段は見ることができない二人の素顔を垣間見る機会となります。ファンは、親友同士のリラックスした雰囲気が、彼らの共演作品にも反映されることを期待しています。4. 人気コンビとしての期待。横浜流れ星と平野耀は、親友であると同時に、人気のある若手俳優として知られています。彼らの共演は、 彼らのファンを喜ばせるだけでなく、幅広い視聴者にとっても楽しみなイベントとなるでしょう。彼らの名前だけで作品が注目され、その結果、共演作品は高い評価と視聴率を獲得する可能性が高いでしょう。横浜流れ星と平野紫耀の特別な親友関係とその魅力的な個性から、多くのファンから共演を待望されています。 彼らの共演が実現すれば、イケメンコンビのルックスを楽しむだけでなく、親しみやすいキャラクター同士の掛け合いを楽しむ機会として期待されています。その魅力的な友情コンビの共演が実現すれば、多くの人々にとって楽しいエンターテインメントとなることでしょう。ファンはその日を楽しみにしており、今後の彼らの活動から目が離せません。 彼らの友情は芸能界においても素晴らしい友情の証となっています。